好皮症は先行する皮膚疾患や内臓疾患などに続発し、全身の皮膚が真っ赤に、仕送れないして皮膚が剥がれ落ちる状態を呈する皮膚反応であり、単一の疾患ではなく症候名である。白脱性皮膚炎とも呼ぶ。好皮症は当初原因のわからない原発性好皮症と各種疾患に起因する続発性好皮症に対別されたが、 多くの議論を経て様々な疾患に続発する皮膚反応であるという概念が定着した。好皮症についての詳細な報告は1862年、ウィーン大学皮膚科学教授であったヒーブラが終始皮膚の牛をこうと落雪のみを停止、他に、急診、小水砲などの皮疹を見ず、慢性に経過し、予後不良の疾患としてへ、 ブラ公職ナヌカシンを報告したのが端所となる。続いて1867年に、ウィルソンが急性反発性、白奪性皮膚炎の症例報告を発表した。さらに1876年フェリオル続いて、ベスニーが急性抗皮症として再発性落雪性、症候熱様後半の症例を報告。1878年には、 リッターが新生児に発症する知識的な抗皮症として新生児白奪性皮膚炎を1892年にはサバルがイギリス・ロンドンの複数の養老院において集団発生した流行性白奪性皮膚炎を1907年にはライナーが乳幼児に特有の抗皮症としてライネル落雪性抗皮症の症例をそれぞれ報告するなど多くの研究者によって 好比症についての症例が集積されていった。こうした好比症の症例報告を検討し系統的な分類を試みたのはブラックである。ブラックは1902年に先天性魚林戦様好比症を最初に報告したことで知られているが、過去の症例報告を収集、分析し、自身の考察を加えて1882年と1909年の2度に、渡り、 好皮症を再編、分類した。ここにおいて、原発性好皮症と続発性好皮症の概念が登場する。原発性については、再発性落雪性、症候熱様後半、亜急性反発性剥脱性皮膚炎、およびヘブラ公シーナヌカシンを脳の急性、亜急性、慢性型原発性好皮症に分類し、亜急性反発性剥脱性皮膚炎により、慢性型を分離。 ヘブラ公職ーナヌカシンについては、ヒーブラの報告した方に、両性のアキュー性型と慢性型の疾患概念を追加、さらに乳幼児白脱性皮膚炎を7番目に加えた。そして、湿疹、脂老性皮膚炎、感染、扁平体染、毛穴性公職ーナヌカシン、甘根包装などの皮膚疾患が反発化して生じた、抗皮症を続発性抗皮症として定義、 分類した。日本では、ヒーブラの孫弟子であり、東京帝国大学以下、大学皮膚病学梅毒学講座教授として、日本皮膚科学会の設立に尽力した、土井慶造がブラックの分類を紹介した。ブラックの分類はその後長らく抗皮症の概念として定着するが、個々の疾患概念については、ジャダッソーンが1891年と1892年の、 論文において、慢性反発性白脱性皮膚炎は単なる、反発性の失神であると反論。その後各種専門書では、慢性反発性白脱性皮膚炎や、ヘブラ公職ヌカシンの良性や急性、慢性型については使用されなくなり、乳幼児白脱性皮膚炎モリッターの新生児、白脱性皮膚炎と同一でかつ細菌感染症が原因であることが判明して除かれ、 次節で述べる三疾患名が臨床で使われるようになった。好皮症の分類が一応確定した後、続いて病院論に関する様々な見解が発表された。急性型についてはすでにベスニーが特定の素因を持つ患者に何らかの刺激が加わることにより発症すると推測していたが、水銀、ヒ金といった重金属や薬剤、さらには 結節性動脈周囲炎に本性が続発したという報告が多数の研究者から報告され感染症またはそれに起因するアレルギー及び重金属や薬剤性の中毒による抗皮症ではないかという見解が強くなった。アキュー性型ではブラックが神経皮膚症、カールが内分泌障害由来であると主張した。 慢性型のヘブラ公職 C ナヌカシンについては、ジャダスソーンが結核との関連性を強調し、結核性抗皮症であるとしたが、同意は老人性内分泌障害に起因する自家中毒が原因であると1930年に発表している。またモンゴメディは、ヘブラ公職 C ナヌカシンの症例には、白血病や悪性リンパ腫、特に近状域肉症に伴う症例が多く、 存在すると1933年の論文において、指摘、セスリーによる1938年のセザリー、症候群の報告をはじめ、多くの研究者が、血液悪性腫瘍と抗皮症の関連性を、報告して、ジャダスソーンが主張したヘブラ公職シーナヌカシン、イコール結核という図式に対して反論した。こうして、ブラックによる抗皮症の分類発表以降、 第二次世界大戦までの間、抗皮症については、核原発性抗皮症の病院に対する様々な議論が繰り広げられた。ところが、第二次世界大戦後、抗皮症の概念をめぐる研究や議論は一変する。すなわち1950年代以降抗皮症を原発性と続発性の二つに対別する従来のブラックによる分類自体に対して異論が続々提出されるように、 なった1956年、小島リーチはアキュー性型と慢性型では、戦後病変として原曲性の失神様変化が、初見として多く認められることを指摘、アキュー性型と慢性型を臨床的に区別するのは不可能であると主張した。2年後の1958年には、ハースバーグが後期症に関する論文を発表。この中で、 好皮症は多様な原因によって起こる皮膚反応であり、原発性と続発性に分類するのは無意味とした。その上で、好皮症の分類を再編して、原発性の酸疾患を独立させ、これに小水放不種性好皮症、老人性好皮症という概念を新設、さらに新生児の好皮症として、ライネル落雪性好皮症と新生児、白脱性皮膚炎に加え、 ヒルによって報告されたアトピー性抗皮症とブラックが報告した先天性魚輪腺様抗皮症の4つを分類した。ハースバーグの主張は多くの賛同へ、エイブラハムは1963年の論文において原発性の酸疾患の病名を廃止すべきであると主張するに至った。1965年に入ると、 栗原義雄は、好皮症発症準備性という概念を発表し、その中で、湿疹や炎症性核化症、感染症、悪性腫瘍などが長期間慢性に経過するにつれて、プラスミンやアンチプラスミンなどの専用系因子に変化が生じ、そこに何らかの引き金が加わることで、専用系が更新し、全身の皮膚に急速な炎症反応が生じて、 好皮症を発症させるという仮説を提示した。しかしながら、好皮症が発症する明確なメカニズムは未だ解明されていない。いずれにしても好皮症は、ハースバーグの見解が数世となり、現在に至る。なお、1955年には、下田利丸により、術後好皮症の第一例が報告され、1979年には、王藤修行により、休止。 好皮症という新しい疾患概念が報告されている。ブラックが分類した原発性好皮症7疾患のうち以下の3疾患が多く使用されていた。しかし先日の通り好皮症が各種疾患に伴う皮膚反応であるというハースバーグの見解が絶対的数性になるに従い、これらの疾患名は原発性好皮症という分類とともに背後同然となった。 皮膚科関連の文献や専門書においても、これらの疾患名が掲載されることはない。ただし、日本においては、ヘブラ公職ヌカシンのみ、全身性副腎皮質ステロイド剤の適応疾患として名称が残っており、健康保険が適用される。再発性落雪性、症候熱様後半同義語として、急性原発性後皮症がある。発熱、保管。 全身倦怠感などの剪具症状に、頭痛、嘔吐などを伴い、剪具症状出現後のに、3日後より後半を生じる。最初限局性の後半は早くて、数時間、遅くともに、3日には全身に反発し、昇降熱に類似した、先行色の後半が全身へと拡大する。全身に拡大した後半は3、4日すると丁明に、落雪し、 おおむね2週から3週の経過で警戒する。創用や灼熱感、粘膜病変は軽微であり、脱毛や爪の変化は稀であるものの再発を繰り返すことが最大の特徴である。症候熱との違いは、いちご自や後衣創白がないことである。合併症として、肺炎や気管支炎、皮下出血、血尿。 タンパク尿などを伴うこともあるが予後は、ウィルソン・ブロック抗ヒー症やヘブラ抗食シ,シーナヌカシンに比べ良好で、通常生命への危険はない。ウィルソン・ブロック抗ヒー症、ウィルソンの急性反発性、白奪性皮膚炎がこれに当たり、抗ヒー症の分類を初めて言ったブラックの名前を追加してこの病名となった。中年以降の男性に多く発症する。 再発性落雪性症候熱様後半と同様に、発熱や全身倦怠感、嘔吐などの専具症状を生じた後、関節屈面を初発として、先行色の後半が、おおむね1、2ヶ月の経過で次第に、全身へと拡大する。ただして、足、頭部には、病変が及ばないこともある。全身に後半が拡大して1、2週後より、 大腰上の落雪が多量に生じてくる。自覚症状としては著名な騒用があり、あまりの激しさに夜間不眠を生じることも稀ではない。また脱毛や爪の変形、脱落、さらには無痛性のリンパ節主張、下痢、タンパク尿を併発する。前経過は3ヶ月から8ヶ月に及び、末期には昏睡に陥り死亡することもある。死亡率は10%程度とされる。 ヘブラ公職 c ーナヌカシン慢性型の原発性功皮症として分類された。40歳以降、特に高齢者に多く発症する。前日者と異なり発熱や全身倦怠感などの専具症状は伴わず、関節屈面や陰部、四肢末端を初発とする後半が次第に体幹に向かって数ヶ月から年単位という緩慢な経過で拡大する。落雪は、 比較的早い段階から見られ、後半は、色調が先行色から次第に、色素沈着を帯びて、暗赤色となり、末期にはドス黒く変化する。さらに皮膚萎縮が加わり皮膚は光沢を呈し、汚らしい外観となる。随伴症状としては特有の不快なおかん、汗の分泌低下、阻径リンパ節の無痛性主張、頭部をはじめは陰毛の脱毛や爪の変形が見られ、 顔面皮膚萎縮に伴う、顔見外反、開口障害、表情運動制限や測定部皮膚萎縮に伴う、歩行障害を呈することもある。創用は、ウィルソン・ブロック抗皮症と同様に高度で、やはり激しいかゆみに伴う不眠を誘発するほか、歯により二次感染をきたし、伝染性のおかしんや、皮下の応用を合併しやすい。末期には、肝障害や腎障害を合併して、 次第に衰弱し、死に至ることもある。死亡率はやはり、ウィルソン・ブロック公費症と同様20%程度で、ある。ウィルソン・ブロック公費症とえ、ブラ公職シ,シーナヌカシンについては、小島やハースバーグなど原発性公費症の存在に、対死疑義を呈した研究者から、両者の異動が疑問視されており、栗原は、ヘブラ公職シ,シーナヌカシンの報告例の多くは、 経過観察からウィルソン・ブロック抗菌症に属すると指摘した。そして、小島は両疾患には、仙具病変として、失神性変化があることを見出し、その後両疾患は、失神属発性抗菌症に包括されるという、見解が、支配的となった。ただし一部の学者からは、ヘブラ抗食死ナなカシンについて、その得意な症状、経過から、 独立疾患にすべきとする意見もある。原発性交皮症に包括されていた上記3疾患以外にも、下記の2疾患が交皮症の一種として一時期には専門書に掲載されていたが、原発性交皮症と同様に背後に等しくなっている。小水放布種性交皮症急性交皮症の一型として、ハースバーグが提唱した疾患概念である。 原発性功皮症三疾患と異なり前腕部、甲、四肢に原局性の後半を生じた後に小水法や脳法を生じ、急速に全身へ、フッ状の後半となって拡大する。その後の経過は多様であり、全身に小水法が多発して、落雪をきたし、関節屈面には、湿潤や脳下心様の変化を生じる他下の、発石や、口角の亀裂、 眼鏡外反などを来たすケースもあれば、フッ状の後半が持続した後に落雪を来たし、特に手足では手袋状の大きな落雪を来たすケースもある。全身症状としては、高熱と保管、著名な創葉、無痛性のリンパ節主張、乏ぼし尿、貧血、低タンパク血症などが生じる。抗生物質や、 梅毒の治療薬として使用されていたサルバル酸による急性皮素中毒が原因として挙げられ、抗皮症型薬腺の一種とみられる。予後は特にサルバル酸が原因のものでは10%程度の致死率である。流行性白脱性皮膚炎原発性抗皮症の概念が登場する以前に抗皮症の一種として報告された疾患に流行性、白脱性皮膚炎があった。 詳細に症例を報告したサバルはこの疾患について以下のように述べている。症状としては急性発症であり、顔面、頭部、腕を初発とする対称性の後半や急診が融合、拡大して反発化し後飛症に至るとした。落雪は早期より始まり、4週から5週ほど継続しおむね6週から8週で、警戒するが、ケーブリンパ節主張や末期には、 爪の変形や脱毛が見られ、また警戒しても再発しやすいという特徴があると報告している。しかし同様の報告は以後存在せず、ブラックやハースバーグの抗皮症分類にも掲載されていないため、疾患の存在有無を含め本体は不明なままである。抗皮症を発症させる疾患は多岐にわたり、過表に上げる疾患が原因として知られている。このうち、 皮膚疾患に続発する、抗皮症が全体の50から60%を占める。ただし、原因不明の抗皮症も存在する。原因疾患により、症状の程度や予後は異なるが、共通する症状としては、皮膚では、全身の牛をこうと、落雪、脱毛や爪の変化があり、これに加え発熱、五感、全身倦怠感、皮膚病性リンパ節症と呼ばれる。 無痛性リンパ節主張といった全身症状、落雪や負腫に随伴する、電解質異常や低タンパク血症、早や全身状態の悪化などによる潜在性、心在性の二次感染などを併発することがある。抗皮症に、一般的な病理所見としては、表皮の飛行や真皮へのリンパ球浸潤、錯覚化といったものが見られ、検査所見としては、末消血白血玉数増多。 高酸球増多、CRP 上昇、LDH 上昇などが見られることが多い。高皮症の原因としては、最も多く、皮膚疾患属発性高皮症の中に占める割合は55から75%に上る。原因疾患としては、慢性湿疹の反発例、接触皮膚炎、アトピー性皮膚炎、死老性皮膚炎、自家監査性皮膚炎などがあり、 いずれも治療をせずに放置したり、誤った治療法や、不適切な民間療法、温泉療法などによって失神が悪化、反発化して、抗皮症へ進展する。男女比は2から3、1で男性に多い。アトピー性皮膚炎に伴うアトピー性抗皮症は、小児に多いが、それ以外の場合は中高年に多い。このうちハースバーグが提唱した、老人性抗皮症は、 失神族発性後皮症の一型とみなされる。失神族発生の場合は、創用が激しく、不腫や牛をこうといった炎症症状が強い。症状が進行すると、次第に色素沈着や皮膚意識を伴い、多彩皮膚と呼ばれる皮膚病変の終末状態に陥るが、この場合は、従来のヘブラ公食死になる過診に相当する症状を呈する。 黄免症候群に伴う抗皮症1907年にライナーが初めて報告した抗皮症で乳児落雪性抗皮症とも呼ばれる。生後6ヶ月までの乳児、特に母乳栄養児に多いとされ、頭部、または肛門周囲を初発とする治料性病変から次第に顔面や体幹に向かって症状が拡大する。 好皮症の拡大に随伴して、粘液の混じった緑色の水溶下痢や嘔吐といった、消化器症状、貧血が起こり、症状が遷延すると、体重減少や、発育障害をきたす。創用やリンパ節の主張は軽度であるが、免疫不全を伴い、肝者ら症などを併発することがある。ライナーやハースバーグは、本症を乳児死老性皮膚炎の反発化によるものとし、本体を、 ビタミン B 群欠乏症に求めたが、その後免疫不全を本体に求める意見が強くなった。この中で、個体第5成分の機能不全に伴う、鈍色脳低下に近する免疫不全説が一時期有力となっていたが、実態は、より様々な免疫不全症を合併していることが判明してきた。また、遺伝性を証明する症例も報告されており、本体は遺伝性。 古発性の原発性免疫不全症候群を伴う重症の乳児死老性皮膚炎であるとの見解が強い。ビタミン B 群の投与や人工栄養への切り替えが古典的な治療法であり、予後も良好とされていたが本体が次第に明らかになるにつれて予後不良例が多くなっている。治療としては免疫不全に伴う日より未感染症に対する抗生物質や抗真菌剤などの投与のほか、 新鮮凍結結症や、全血輸血の有効例がある。なお、本症に類似した疾患として、常染色体劣性遺伝による、先天性ビオチン代謝異常症があり、早期にビオチンを投与すれば予後は良好である。また、免疫不全に伴う後皮症としては、黄面症候群という疾患がある。重症複合免疫不全症の一病形とされる、 本性は、常染色体劣性遺伝により発症し、抗皮症に加えリンパ節主張、肝皮腫、抗酸球増多、抗異下血症を伴う。1979年、王手修をにより、急進、抗皮症症候群の名で、初めて報告され、1981年には、小島リーチにより、大戦様族発生抗皮症の名で報告されたが、 皮膚症状が主体であることから大野富士は1984年に、急進、好皮症に改名し、名称も一本化された。高齢者に多く、ハースバーグの老人性好皮症や、失神族発性好皮症との移動が議論されている。クレナイ褐色の対戦状を急進として発症し、それらが融合して、次第に全身に拡大、好皮症となる。ただし顔面や関節骨面、 液化、腹部のシワになる部分はし遅れないせず健常時の皮膚色が残存するデッキ、ケアサインと呼ばれる所見が見られる。相用や無痛性リンパ節主張はあるが、抗皮症一般で見られる発熱などの全身症状は、核。検査所見としては、末梢血の抗酸球増多症が見られ、組織所見でも神秘において、血管周囲の抗酸球浸順が認められるなど、 高酸球主体の所見が特徴である。ステロイド外用剤によく反応し、経過は通常1年、ないし数年で警戒、治意する。ただし本省で最も重要なのは、患者の30%程度に内臓悪性腫瘍の合併が見られ、内臓悪性腫瘍のデルマドロームとして知られる、高天性手のひら足裏角化症を合併することもあり。 内臓病変の検索を行うことが必要となる。合併する悪性腫瘍としては、胃がん、食道がん、大腸がん、前立腺がんなど多彩であり、腫瘍合併例では、治療や再発に一致して症状が象徴することが多い。湿疹皮膚炎群以外の皮膚疾患が悪化することによって、発症する後皮症である。原因疾患としては、以下の通り、 炎症性核化症炎症性核化症による抗皮症の原因として最多なのは感染であり、感染性抗皮症と呼ばれる。失神、皮膚炎群を除いた皮膚疾患に続発する抗皮症の原因疾患としては半数以上を占める。感染患者の数パーセント程度に発症し、腎常性感染や関節症性感染、急性反発性脳波性感染から移行する。 発症要因としては、細菌感染、過度のプーバ両方の他強力なステロイド外用剤、蛍光ステロイド剤の投与中止後に発症することも、ある。このため、副腎皮質ステロイド剤の全身投与は、腎臓性感染の治療で使用されることはない。症状としては、一般の抗皮症と大差ないが、体温調節の異常を伴うことがある。また、 HIV 感染症に伴う感染は重症化し、安く、抗皮症も併発しやすい。感染以外では扁平体染や、毛穴性抗食 C になる化診で、抗皮症を起こすことがあるが、毛穴性抗食 C になる化診では1998年にグリフィスが分類した、病形分類のうち1型と2型において、抗皮症への移行例が多い。本省属発の抗皮症では仕送れないした。 全身皮膚の一部に境界がはっきりした健常な皮膚が島のように分布することが特徴である。遺伝性核化症1902年にブラックによって報告された先天性魚輪腺様抗皮症が代表格である。主に常染色体有性遺伝の形式をとる水泡型先天性魚輪腺様抗皮症と常染色体劣性遺伝の形式をとる ヒ水砲法型先天性魚臨戦様抗飛翔に大別される。いずれも出生時より全身の死遅れないをもって始まり、ヒ水砲法型ではコロジオン時と呼ばれる全身を薄い膜上核化物質で覆われた状態で出生し、剥離するに従い死遅れないと落雪が生じる。また、ヒ水砲法型では軽度の眼鏡外反や更新外反を生じることもある。 成長するに従い角化が顕著になり、水泡型では、レンガ状の厚い角化が関節部などに見られる。ただし、知能障害や、発育障害は、通常見られない。水泡型のア系であるシーメンス型水泡性魚林栓や非水泡型のア系である、洋上魚林栓では、抗皮症の初見は見られない。また魚林栓に、知能障害や、角臓器、 組織の異常を伴う魚輪腺症候群においても、抗皮症を発症する。主な疾患として、知能障害と形成死死麻痺を伴うシェーグレン・ラルソン、症候群、アトピー素因、血節性裂毛症などを伴う、ネザートン症候群、転換、知能障害、生鮮発育不全などを伴うラット症候群、血管増殖性角膜炎、魚輪腺様抗皮症、 肝温性難聴を三印とするキット症候群などがある。抗戦過敏症抗戦過敏症では慢性抗戦過敏性皮膚炎が抗皮症を引き起こす。特に皮膚や末梢血で異形リンパ球が増殖し悪性リンパ腫に類似した臨床所見や組織所見を呈する慢性抗戦過敏性皮膚炎の赤い抗戦性類細毛症が抗皮症を呈しやすい。 中高年に発症し、肋甲部の皮膚のみならず衣服で隠れた部分の皮膚にも、UVA や UVB、さらには、可視光線による日光皮膚炎の症状を起こし、季節に関係なく宣言する。悪性ンパ種との間別では、光線過敏の有無や T 細胞、受容体遺伝子細構成の有無などが重要となる。徹底的な遮光が肝要である。自己免疫疾患自己免疫疾患では、 甘根包装の一種、落葉状展望装が抗皮症を引き起こす代表例であり、白脱性展望装の別名がある。表皮の細胞同士を接着する上で重要な役割を担う分子、デスモグレーンのうち皮膚主体で分布するデスモグレーン1に対して、イグ自己抗体が機能を阻害することで、表皮細胞の接着が無効化され、水泡や微乱を形成する。 40歳代から50歳代に発症し、歯官性の水泡が顔面を初発として、次第に頭部、胸部、背部といった白部位に多発する。水泡は破れやすく、破れた後は乾燥して落雪する。こうした病変が、週単位、または月単位で全身に拡大、反発化して、高飛症状態となるが、本症の場合は、 経過が長期化すると隣接が厚く固着して、核化症に似た外観となる。また皮膚をすると水泡が形成される、ニコルスキー現象が陽性となるのも本症の特徴であるが、腎常性転膀症と異なり粘膜病変は極めて稀である。このほか水泡症では、水泡性類転膀症や、重リング方針状皮膚炎でも抗皮症を発症させることがあるほか、抗原病では、 全身性エリテマトーデスや皮膚筋炎で抗皮症を併発することがある。皮膚感染症細菌や心菌ウイルスなどによる皮膚感染症に続発する抗皮症も存在する。ただし細菌やウイルスによるものは微生物由来の毒素が発症に関与することから中毒性抗皮症としての側面も持つ。細菌性皮膚感染症ではブドウ球菌や 連鎖球吸菌感染症に続発する。代表的な疾患として、ブドウ吸菌感染症では、リッター新生児白奪性皮膚炎として、ハースバーグの抗皮症分類にも掲載された、ブドウ吸菌性熱症様皮膚症候群と、トキシックショック症候群、連鎖球吸菌感染症では、症候熱及び、激症型溶血性連鎖球吸菌感染症とも、呼ばれる。 トキシックショック様症候群などがある。スリーシェオルや TSS は、黄色ブドウ球菌が産生する毒素が発症の要因とされ、スリーシェオルでは、エンテロトキシンが、局所の可能性病変から全身に散布され、落葉状天暴走と同様の基助で、デスモグレーン致を破壊することにより皮膚が剥離される。また TSS は、農用や可能性骨髄炎。 術後感染などを契機に、スーパー抗原である TSST-1 などの毒素が、症候熱では上気道感染症などを契機に、TSLS では時に要因が不明なまま、連鎖吸菌による溶連菌性発熱性外毒素などが全身に散布されて発症する。いずれも、発熱、全身倦怠感などの全身症状が強く現れ、スリーシェオルは、新生児や、 乳児の行為など、顔面の後半を初発として、急速に全身に後半と水泡が拡大、やがてシート状の大きな落雪を生じる。TSS では高熱を伴う日光皮膚炎様の後皮症が、週単位で全身に拡大、低血圧や多臓器不全を伴う。TSLS では高熱、激しい関節痛や筋肉痛を伴いながら S 性筋膜炎や、 高皮症が全身に拡大、多臓器不全やショックを伴う。症候熱ではじめは公職。続いて、先行色の急診が次第に全身に拡大して、4から5日後より落雪する。心筋性皮膚感染症では、白線とじ打症に続発するが、免疫不全患者に発症することが多い。このうち白落もについては、急性反発性氷在性白線の慢性化が、 好皮症の要因として知られる。すなわち、足白線、頭部白線、体部白線、コブ白線といった、原曲性の白雲が不適切な治療や長年にわたる、放置などで全身に病変が拡大した状態が、急性反発性氷剤性白線であるが、通常は更新近剤の治療に反応する。しかしさらに放置したり患者が、免疫不全状態にある場合慢性化して、 好皮症の状態を呈する。さらに進行すると白雲の中では最も重篤な、反発性白線筋性肉芽腫という病態に陥り、肉芽腫による顔面の破壊や脳、骨、心臓への転移により、予後不良となることもある。この他回線の重症型である、化学化型回線、急性ウイルス性発疹症であるマシンや風疹、および結核でも好皮症を続発させることがある。 いわゆる中毒心の重症型であり、一部は、細菌やウイルス感染症に続発する、抗飛症が包括される。しかし最も頻度が多いのは、薬剤由来の抗飛症であり、抗飛症型薬心とも呼ばれる。スティーブンス・ジョンソン症候群や中毒性、表皮へ死傷などとともに、重症型薬心に分類される、重篤な薬腺であり、薬腺全体の数パーセント%、高飛症では、 失神俗発性抗皮症、感染性抗皮症に次いで多く10から20%の発症率と推定されている。原因薬剤として比較的に高頻度で発症させる薬剤として、アロプリノールや金チオリンゴ酸ナトリウム、シアナミドがあり、抗生物質、抗圧剤、小塩鎮痛剤、抗経蓮剤といった使用頻度の多い薬剤群での報告も多いが、失神型、 派手状後半急進型、抗線過敏症型、多形進出性後半型、対戦型といった、軽症、中等症型薬疹からの移行例もあり、ほぼ全ての薬剤において発症させる可能性がある。従来原発性後飛症に分類されていた、再発性落雪性症後熱様後半や、ハースバーグが提唱した、小水豊富種性後飛症の多くは、 好奇症型薬腺に包括される。症状は、好奇症一般と大差ないが、急性発症であり、宣言すると中毒性、表皮死傷への移行もある。また特定の薬剤を投与後、ヘルペスウイルス6型が再活性化することで、発症する重症型薬腺、薬剤性過敏症症候群においても好奇症を、生じる。カルバマゼピンラモトリギンフェニトインフェノバルビタール。 ゾニザミドといった後継連薬、アロプリノール、サラゾスルファピリジン、ジアフェニルスルフォン、メキシレチンが原因薬剤であり、内服回収から3から4週間後に発症し、多臓器障害を伴う全身の後半を生じ、しばしば高皮症化する。また薬剤性過敏症症候群に臨床症状は類似するが、発熱や多臓器障害を呈さない。 薬剤誘発性ニセリンパシュという疾患も抗皮症を起こす。このほかへ、金属中毒に伴う抗皮症も稀に存在し、主な原因として、水銀、ヒ素、草炎などがある。水銀ではハシュ状後半休診があったから抗皮症となり、海洋性口内炎など粘膜の異常を伴う。ヒ素については、梅毒の治療薬として、 ペニシリン登場以前に汎用されていたサルバル酸に伴うものが知られ、水銀と同様にハシュ後半球診型から抗皮症となり、重症化すると肺炎や肺血症をきたし死亡することもある。ヒソではサルバル酸の他動を精錬する過程で生じたアヒ酸の曝露により、急性抗皮症が労働者に生じた足尾銅酸の報告例もあり、 職業性皮膚疾患としての側面も有する。草炎でも抗皮症を発症させるが、歯肉に褐色から青黒色の色素沈着を生じることが知られている。セザリー症候群に伴う抗皮症とセザリー、細胞抗皮症の中では、数パーセントを占め、原因となる悪性腫瘍の大半は、白血病や悪性リンパ腫といった、増血系の悪性腫瘍である。腫瘍細胞が、 皮膚に浸潤して発症する特異心としての抗皮症と反応性病変として発症する非特異心としての抗皮症があり、リンパ節主張や抗転性手のひら足裏各化症を合併することがある。白血病では主要細胞が皮膚に浸潤して特異心を起こす皮膚白血病において抗皮症を発症させる。全白血病における 発症頻度は2.3%から4.5%程度と少ない皮膚白血病は、急性単急性白血病において発症頻度が12%から30%と最も高く、急性リンパ性白血病が8%から15%、急性骨髄性白血病が1%から3%の頻度で続き慢性リンパ性白血病でも発症することがある。 おおむね白血病の極期から末期に出現し、後半、急診、海洋、主流など多彩な皮膚病変を呈するが、抗皮症については特異心、非特異心の、両基助で発症する。悪性リンパ腫では、皮膚 T 細胞リンパ腫である筋状域肉症で、抗皮症を発症する頻度が高い。本症の場合、湿疹などに類似した、治療抵抗性の病変や大局面上類感染。 毛包性無沈沈着症といった、潜入疾患とされる病変から、後半期、扁平浸潤期、腫瘍期、内臓浸潤期の順に進行し、通常極めて慢性の経過をたどるが、初期や末期に、後皮症を呈するベスニーハロープル型と呼ばれる、病形がある。後皮症を呈した場合、腫瘍の進行状態を示す TNMB 分類では、T4。 病気分類では、ファイア以上に該当し疾患が進行した、中等ドリスク群となる。また、セザリー細胞と呼ぶ、悪性化したヘルパー T 細胞が、皮膚に浸潤して創用が、極めて強い抗皮症を呈するセザリー症候群も、皮膚 T 細胞リンパ腫の一種であり、近状域肉症との相互移行が、稀にあるが、抗皮症を呈する近状域肉症との違いは、 明らかな血液学的異常を伴うか否かである。多彩な皮膚症状を呈することが多い成人、T 細胞白血病、リンパ腫も抗皮症を呈し、急性型、慢性型、くすぶり型、リンパ腫型にはかつ臨床型とは別に皮疹の形態で、定義される皮脂型において、抗皮症型に分類される。このほか血管免疫が急性 T 細胞リンパ腫や、 保持ン病でも抗皮症を発症させることがある。増血系悪性腫瘍以外、すなわち癌に随伴する抗皮症の例は少なく腫瘍性抗皮症全体の2%から3%と定律である。主な原因としては消化器系の癌が,が多く、胃癌、肝臓癌、大腸癌などによる抗皮症の報告がある。先日した診、皮症で悪性腫瘍を合併している場合は、 原発している癌の種類はより多岐にわたる。1955年、下田都志丸によって初めて報告された、高飛症であり、消化器回復手術後や、改心術後に発症し急激な経過で、致死率も高い高飛症として注目された。原因は、当初抗生物質に、体制の武道休菌感染症によると考えられ、再発性落雪性症高熱様後半の、 重症型に属するという見解があったが、その後原因は輸血された血液に起因する宿主の拒絶反応であり、急性移植変態宿主病が本体であることが判明した。輸血後移植変態宿主病とも呼ばれる。輸血後10から14日後より発熱、下痢とともに、抗皮症が出現し、半血球減少や肝機能障害など臓器、骨髄が急激に障害されて、 最終的には、破衆性血管内凝固症候群や、排血症を併発して死亡する。ステロイドパルス療法や、免疫抑制剤を使用しても救命に至らない例が、多く、抗皮症の中では最も予後不良の病態である。放射線を照射しない、血液製剤を輸血することで、肘子のリンパ球が体内に侵入するが、肘子のリンパ球はそれを肘子と認識しないため、定着する。 定着した肘子のリンパ玉はやがて増殖し、本来は他人のものである自故の臓器、組織を肘子と認識して、免疫反応を起こして攻撃するために発症する。発症には組織的合成抗原が、強血者はホモ接合体、患者はヘテロ接合体で、かつ HLA のハプロタイプの片方が双方で一致していることが条件となる。一旦発症すれば、 ほぼ死亡するため、血液製剤に放射線を事前に照射して、リンパ球を根絶してから輸血することが極めて重要となる。こうした処置が実施された結果、原因が判明する以前は、会心術700回に1回の割合で、発症していた術後後飛症は2002年の10時、竹尾による調査で、日本国内ではほぼ根絶された。 好皮症は戦術の通り様々な疾患に続発する皮膚反応であることから最優先に行うのは原因疾患の追求である。皮膚を観察し、原発する皮膚疾患があるかどうかを確認すると同時に患者の起用歴を確認する。例えば好皮症型薬疹なら薬剤服用歴、術後好皮症なら輸血の有無などである。また、 デルマドロームとしての側面を有する求心、抗皮症や腫瘍性抗皮症などが疑われる場合は内臓の詳細な検索も必要となる。治療も第一義に行うのは原因となった疾患の治療である。感染症続発であれば抗生物質や抗ウイルス剤、抗心菌剤などの投与、甘根放送や薬腺、重症の失神続発性抗皮症などであれば、 副腎皮質ステロイド剤、感染性抗皮症では、シクロスポリンなどの免疫抑制剤、毛穴性抗色シーナヌカシン、先天性魚輪染様抗皮症では、エトレチナート、白血病や悪性リンパ腫であれば、抗がん剤による多剤化学療法などである。その上で皮疹に対しては感染症を除き、副腎皮質ステロイド外用剤の塗布を基本に、創用に対して、抗ヒスタミン剤や、 高アレルギー剤の蛍光投与、失神続発性や感染性抗皮症では、プーバ療法やナローバンド UVB 療法、電解質異常や低タンパク血症に対する輸液などの全身管理を行う。また薬疹であれば、髭薬の服用中止と再投与の回避、抗線過敏症であれば、徹底的な遮光といった対策も必要になる。いずれにしても、外来管理は難しく、 基本的には入院して治療を行う。なお、好皮症型筋状域肉症やセザリー、症候群に対して日本国外では体外循環中の血液から白血球分核を取り出して紫外線を照射し、再び循環中の血液に戻す体外循環式光化学療法が行われ。 日本皮膚科学会が策定した皮膚悪性リンパ腫診断ガイドラインの2011年改定版においてもエビデンス B として推奨されているが日本では保険適用外でありほとんど実施されていない治療に関し先天性魚臨腺様抗皮症については二次感染により抗生物質を使用している未成年の水泡型非水泡型先天性魚臨腺様抗皮症及び シェーグレン・ラルソン症候群が、小に慢性特定疾患研究事業に基づく、公費負担による医療費給付の受給対象となっている。また、公皮症を発症させる疾患のうち脳法性、感染、落葉状転暴走、全身性エルテマ等です。皮膚筋炎及び、黄面症候群などを含む、原発性免疫不全症候群については、特定疾患治療研究事業対象疾患。 いわゆる難病として、抗皮負担の対象になる。抗皮症の予後も、原因疾患によって左右される。失神属発性抗皮症や、感染性抗皮症、抗染性類細毛症などでは、生命予後は良好だが治療には、時間がかかる。感染性抗皮症では、治療により、全身状態や皮膚の落雪は改善しても、後を甲は残存しやすい。 また先天性魚輪線様抗皮症は極めて難治で、ある。落葉状天疱瘡は尋常性天疱瘡、増殖性天疱瘡といった他の古典的天疱瘡と比べれば予後は良好である。ものの、症例によっては死亡することもある。免疫不全が合併している、抗皮症の予後は概ね悪い。また抗皮症型薬疹の内薬剤性過敏性。 症候群は経過も長く死亡率も20から30%と高い。感染症は患者の免疫状態や細菌の薬剤体制などにより予後が左右されメチシリン体制を色ブドウ球菌による発症が増加している TSS では7%程度48時間以内という急速進行性の経過で急性呼吸速白症候群やディクに陥る TSLS では 約70%の高い致死率である。スリーシェオルは、新生児、乳児では、抗生物質による治療が発達したことで、以前は発症後5日から10日の経過で死亡した、予後不良の病態が大きく改善されたものの、成人発症例では、免疫不全症例に発症することから、肺炎や敗血症を合併し死亡することも稀ではない。 輸血後移植変態縮主病である術後後皮症は、発症すれば急速に、全身状態が悪化して、ほぼ全霊死亡する。腫瘍性後皮症は、原発する悪性腫瘍の治療が成功すれば、後皮症も警戒するが、一般的には原疾患も後皮症も治療に、難重する。皮膚発血病では、内臓固形がんの皮膚炎格転移と比較して、 必ずしも予後が絶対不良とまでは言えないが、慢性骨髄性白血病に伴うものでは、急性転化を起こし予後が不良とされている。一方、悪性リンパ腫の予後については経過の長い、近上域肉症では、全体の5年生存率こそ88%だが、病気分類がファイアである、高皮症型になると44%まで下落し、 セザリー症候群に至っては5年生存率24%。成人 T 細胞白血病、リンパ種では、抗皮症型は独立した予後不良因子とされ、生存期間中央値は3ヶ月であり皮膚、T 細胞リンパ種において、抗皮症を合併した症例は、非合併例と比べ生命予後は極めて悪いことが示されている。総じて、皮症は因となる、 基礎疾患にも夜が油断のならない皮膚の症候であることが見て取れる。ありがとうございます。